イマームロー57ロー57は第二次世界大戦中にイタリアで生産された総発短座の戦闘機である。当初は迎撃機として開発されたが、性能不足のため戦闘爆撃機や急降下爆撃機として少数が利用された。ロー57は1930年代中盤に総発長距離戦闘機の開発を目的に試作された機体で、 メリディオナリ社としては初の総発大型機の製作であった。原型1号機は1939年5月に初飛行した。全身の社名がロメオ社といったためにロウという頭文字がついている。ロウ57は総発、短座の低翼機で洗練された外観を持っていた。しかし、全金属製の胴体に木製の主翼という基金混合の機体や、 水平尾翼は胴体からの斜め支柱で支えられているなど古典的な作りの部分もあった。オリンは原型機では引き込み式であったが構造上の問題で量産機では固定式になった。搭載されたエンジンが低出力だったことから最高速度は時速 500km を過労じて超える程度であり、その上 12.7mm 基準2兆という 武装は迎撃戦闘機としては物足りない性能であった。ただし、機体の構造強度は高く運動性能は優れていた。ロー57は性能的に物足りなかったため長らく試作状態だったが、戦争の進展に伴う全般的な機体不足から200機の製作発注が出された。しかし、後に発注はキャンセルされたため、完成機は50機程度である。 完成期は1942年に迎撃部隊に配属されたが、能力不足が明らかになったため、後に戦闘爆撃機や急降下爆撃機に転換され、地上攻撃任務に就いた。地上攻撃型は、ロー57ビスと呼ばれ、騎士仮面に 20mm 機関砲2門を新たに搭載し、胴体仮面に 500kg 爆弾を検討できた。また、 外翼仮面にだいぶブレーキを装備していた。ありがとうございます。